します。では次よろしくお願いします。続きまして、シンガポールの支部に入りたいと思います。今日、シンガポール、通知、シンガポール支部の事前事業開発オフィスのウーリーンさんが話をシェアしていただけます。今ご覧いただいた映像では、透析センターのところで、ボランティアたちがそこでさまざまなケアをされています。透析の患者さんは最初はとてもシャイで、ちょっと距離置かれましたけれども、少しずつ接触しながら、その壁がなくなりました。とてもみんなと和気あいあい、コミュニケーションが取れるようになりました。シンガポールでは多元民族が集まっている、ね、いるんですね。で、通知ボランティアはこの透析センターで通知の理念を取り入れながら愛を持って寄り添っているのです。常にいろんなイベントを、行ったりして皆さんと付き添っているんですね。それもコロナの、感染の拡大の真っ最中でもボランティアたちはこの愛を持って訪問したりして、私たちボランティアはコロナの間にも決して彼らのことを忘れずに、より皆さんと緊密な関係を持ってケアをしたり、どうやって自分の身を守る、そのノウハウを伝えたりして、さまざまな事前活動を積極的に現地で行われています。この高尾オンライン勉強会の視聴者は世界各地でいろんなところで皆さんこのライブ放送をご覧いただいております。即時に、コメントも寄せていただいております。中国大陸の北京のヤオさんご夫婦と、さまざまなところで、本当に皆さんのご支援、ご協力、本当に感謝しております。
シンガポールいらっしゃる、ゴさんも、私たちのこの高尾オンライン勉強会の雰囲気や、エネルギーやいただければありがたいですね。では早速シンガポールにいらっしゃるゴさんをお迎えしましょう。今日のテーマは神明の息吹という話をシェアしたいと思います。敬愛なる聖人様、聖者の師父、皆さんこんにちは。私は通知シンガポール支部、自然資料開発のウーリーインです。このような機会をいただき、皆さんと良いご縁を結ぶこと、本当にありがとうございます。1993年に、通知の禅の種は海を越えて、ライオンシティと呼ばれているシンガポールにやってきまして、今年で30年目を迎えましたが、一般的にシンガポールといえば、どんな印象をお持ちでしょうか。一般的な印象としては、世界地図では小さな赤点で表されていますが、シンガポールは地理的な位置、都市計画が良く、または法的な制度も定められて、政府は積極的で、政策には先見の明があり、多くの人材を引きつける恵まれた場所であると思われるようです。衣食も豊富で自然災害もないこの国、苦しんでいる人々にはどこにいるでしょうか。皆さんも私と同じような気持ち、抱いたのではないでしょうか。実際、もし私が通知の事前修行に携わることなかったら、かつての私はここに生活している人々の苦しみを感じることはできませんでした。華やかに見える大都会にはまだまだ目の届かない暗がりで厳しい生活を送っている家族がいます。彼らは生き抜くために一生懸命働いています。シンガポールでは物質、生活の物質や食料品不足しているわけではなく、野宿することもないのですが、様々な社会問題を取り上げられています。それは病の苦しみ、高齢化の加速、社会から阻害された人々の孤独、精神を病んでいる苦しみ、依然としてこの賑やかな都市に存在しています。このような全ての問題は、通知ボランティアが暗黒に入って目の当たりにした様々な様子でした。通知ボランティアが深く探らなければ現地で事前修行による展開はなかったかもしれません。通知シンガポール支部創立10周年の際、朝元法師は一般の大衆はシンガポールには助けてほしい人がいない、この世の楽園だと考えています。しかし助けてやりたい気持ちがあれば、天国でも暗がりにケアを必要とするケースがあるはずですと開示してくださいました。通知ボランティアが寄り添って支援していることに感謝します。何事も努力したいですね。コロナ禍の影響を受けて、一般家庭よりその格差がさらに大きく開きました。2020年に感染拡大が落ち着くと、
事前と教育の理念を組み合わせた4つの学びと4つの全体というプログラムを逐一に推進してきました。これらの家族に手助けできるようと願っています。ここで言う4つの学びとは、事前プログラムにおける具体的な善の行いです。それは安心して学ぶ、育てて学ぶ、付き添っても学ぶ、励まして学ぶという原則で、子供たちに有形の物資恵まれた環境を与えたいと考えた企画です。四つの善とは、誰もがよく知っている通知精神に基づいた事前の行いです。つまり、個人を包括的に、家庭を包括的に、プロセスを包括的に、完全なチームを意味します。これは無形の鳳脈精神であり、四つの学びを展開するために重要な鍵となります。四つの学びという基礎から話しますと、まず安心して学ぶプランによる教育費助成を経済的困難な家庭に提供します。そして安心して学校に通えることで子どもたちを授業料滞納のストレスから解放できるのです。しかし、シンガポールのように競争が激しく急速にデジタル化が進む環境ではただ学校に通って勉強するだけでは十分ではありません。しかし、通知基金会からの生活補助金では多くの低所得世帯は1日3回の食事代やいろいろなお支払いにしか応じられません。したがって子どもたちの学習ニーズに応じる余裕がない家庭がよく見られます。例えば、子どもが宿題をするスペースがなくあっても照明の薄暗い空間なので、我々は椅子や机、ライトスタンドなど用意して提供しました。コロナ禍の後、学習面でもデジタル化が進んだので、ノートパソコンはもはや贅沢品だけではなく、学習には欠かせないものとなっています。パソコンや電子辞書、家庭のインターネット環境の整備などを支援しました。毎年学校が始まると、参考書や文房具などで出出が増えますから、保護者の負担が少しでも軽減するよう、図書券の利用を申し込んでいただけるようにしました。勉強についていけないことで、補習が必要な子どもには、適切な範囲で塾の学費を補助しました。それ以外にも低所得家庭で子どもの発育盛りに合わせた食事がままならないのに、両親の収入では栄養のある食べ物が賄えない場合もありましたから、通知の陳述商品、新鮮な野菜、果物、朝食、シリアルなどを購入して栄養補助を支援し、勉強に集中できるようにしました。安心して学ぶと育てて学ぶで行う物質的な援助の他に、通知は寄り添いを重視しています。ポジティブな影響力を与えるからです。彼らの両親は仕事が忙しくて、病人や高齢者の世話をしていること、両親の学歴が低いことなどから、子供の勉強をサポートする考えがないのです。私たちは通知の青年ボランティアと教師連盟の協力を得ることにして、青年たちのコミュニケーション力と先生の
専門を発揮してもらいました。2週間に一度付き添って学ぶという補習クラスを実施したのです。この4年間にオンラインでもオフラインでも宿題をさせる以外に、人文的なテーマ、知恵の静止語、主語、環境保護の手芸工作など、いろんなことを体験させています。最後、以上3項目に加えて、逆境に負けず、勇敢で前向きに生きてほしいと願い、子供たちのメンタルケアを進めました。毎年励まして学ぶという計画では、6つの奨励項目で優れた子供たちを表彰します。これによって子供たちに自信を持たせ、夢を追い求めるように、また間接的に保護者に働きかけて子供の育成に目を向けさせ、さらにこれらの期待と祝福が苦しい生活の中で希望の種を植えることにつながってほしいと考えているのです。四つの学びを通じて子供に対し、個人を包括的に気配りし、その延長として家族を包括的にケアをするようにして、事前訪問と教育チームのボランティアがチームで包括的に良い力を発揮し、子供たちの幼少期から成長期までというプロセス全体でサポートしたいのです。貧困支援という長い道のりにおいて、子供たちにリソースを提供し、寄り添うことは最も価値ある投資だと信じています。なぜなら子供たちは、これらの家族の次世代であり、社会の次世代でもあるのです。苗を育てるときには、水をやるように、彼らの家族に運命を切り替えるチャンスをもたらすだけではなく、未来の社会問題を軽減することになるでしょう。ひいては愛と寄り添いを受け入れた彼らが、未来で自分の手のひらを下向きにして、善行の波紋を広げていくのです。証言法師がいつもおっしゃるように、貧困家庭の子供たちは、神明と同じです。教育という事前修行は、菩提樹の種をまいて、心を込めて水やりをし、根気よく続けなければならないと思います。献身的な寄り添いは、その結果や効果がすぐには現れませんが、植え付けた善の種はいつか縁が熟した時に花が咲き、実を結び、母体の森になると固く信じています。最後に、今日はこの言葉を皆さんにシェアしたいと思います。希望が見えたから粘り強く続けるのではなく、粘り強く続けるからこそ希望が見えるのです。今日はシンガポールの訪問ケアチームの歩みとその努力、それは多くの人々の愛と祝福のおかげだという話を聞いていただきました。道のりはまだ遠く続きますが、スタートしたばかりの私たちにこのような機会を与えてくださり、感謝いたします。皆様の幸せをお祈り申し上げます。ご清聴ありがとうございました。それでは、さまざま視聴者からのコメントをいただきました。中国大陸のヤオさんやワンさんや、とてもシンガポールの事前修行の精進している様子、頑張っている様子、とても皆さん、
感動しました。このような若者の通知ボランティアが、通知事前修行携わって本当に